ジェームズ・マディソン・ポータージェームズ・マディソン・ポーターは、アメリカ合衆国の弁護士、教育者、政治家、1843年から1844年まで、第18代アメリカ合衆国陸軍長官を務めた。1793年1月6日、ポーターは、ペンシルベニア州のリスタウン近郊において、アンドリュー・ポーターとエリザベス・パーカーの抜師として誕生した。ポーターは自宅において、 初等教育を受け、その後のリスタウンアカデミーで学んだ。1809年、ポーターはペンシルベニア州ランカスターの弁護士事務所に勤めて法律を学んだ。ポーターはその後ペンシルベニア州レディングに移り、イボアニ・ロバート・ポーター判事の下で法律実務を積んだ。1812年、ポーターはペンシルベニア州フィラデルフィアに移り、裁判所で首席書記官付きの事務官となった。 また1812年の米英戦争の際、ポーターはミフリン取り出守備隊の教育と訓練を援助し、大佐に任せられた。1813年4月24日、ポーターは弁護士として認可を受けた。ポーターは弁護士業を開業した。1818 18年、ポーターはペンシルベニア州イストンに移住し、ノーサンプトン軍の副検事総長に任命された。 ポーターはラファイエット大学の設立に出資し、1826年から1852年まで理事会の会長を務めた。また1837年から1852年まで法律学及び政治経済学の教授も務めた。1839年、ポーターは空席重当のためペンシルベニア州第12裁判区の首席判事に任命された。 1843年3月、ポーターはジョン・タイラー大統領から陸軍長官に任命され、約11ヶ月間務めた。1849年、ポーターはペンシルベニア州下院議員に選出された。ポーターは衆議会において司法委員会の委員長を務めた。ポーターは1853年から1855年までペンシルベニア州第22歳バンクで、 主席裁判官を務めた。またポーターは1847年から1856年までリーハイバレー鉄道及びベルビディアデラウェア鉄道の社長を務めた。1862年11月11日、ポーターはペンシルベニア州イーストンにおいて死去した。ポーターの遺体はイーストン墓地に埋葬された。1821年、ポーターはイライザー・ミヒラーと結婚した。 二人の間には以下の子供が生まれた。ありがとうございます。